どういうつもりですか、どないしたらいいんですかって何なんですか、いきなり最初から。左側見えてないじゃないですか、どう考えても。そういうこともあるでしょ。ない。止まってたら事故は起きません。あの自転車当たりかけてますよ普通に。だからゆっくり走ってますよ。いやいや事故後の話で、今の話です。今の、はい、でもゆっくり。でももうクソもないって、ぶつかりかけてるって。かけっていうのは当たってないわけですよ。だからそれですよ、当たったら言うんでしょ。そういう風に子供が追って引いてしまっても同じこと言うんでしょ。おたく、それは違いますよ。何が違うんですか。引いたら引いた時は遅は悪いと思いますよ。なんで子供を引いた時は悪いと思うけど、車にぶつけた時は悪くないって言うんですか。事故の原因は一緒ですよ、今の話だと。何ですか。お疲れ様です。宮地広報です。今日の動画なんですけど、これ緊急的にまだカメラ回しております。何かっていうと、前回出した動画で会社の前で台車が、お客さんが乗ってる台車が事故しましたっていう動画を出したと思うんですけど、あれの引き続きですね。今回ちょっと出す動画、今から流す動画の撮り終わって日にちが経ってから今オープニング撮ってる状態で、全部ことが終わった状態で今撮ってます。今回の動画マジでやばいですから。何かっていうと、会社出勤するとき、僕が、あのぶつかった相手のトラックと僕が次ぶつかりかけたんですよ。全く同じシチュエーションで、全く同じ場所で、全く同じバックで、で僕がお客さんから来た方向もう全く一緒のシチュエーションで、マジで危なかった。ぶつかりかけてる。でまずそのぶつかりかけて、えこれ前ぶつかってきたトラックじゃんと思って、で会社にまあぶつからずに済んだんだけど、ブレーキ踏んで避けて、その後にパッてこうトラックどういう動きするのかなって見てたら、またそのままバックしてて、でそれをカメラで押さえたんですよ。まあもうこういうことあんましたくないなと思ったけど、これは口で喋っても多分見てもらう方が早いなと思って、みんなに今回事故がどういう風に起こったかっていうのをこの映像を見れば多分すぐ分かると思うんですよ。だからまずこの動画を見てほしい。最初にで、こんな感じでバックしてるんですね。で、自転車が3台ぐらい通り過ぎてたと思うんやけど、明らかに1台ぶつかりかけてるよね。で、自転車がこう避けてくれてるからいいものの、あれ、例えばさ、なんか自転車スマホ見てることがたまにおるやん。とか、子供がさ、追っかけっこなんかしてたら、多分あれ明らか当たってるよね。ぶつかってるよねって話。だから今回の、その事故、やっぱり事故の原因ってやっぱ、あのトラックにあるよねっていうのは、もうやっぱり僕運転してて確信したんですよ。今回ちょっと今から相手の会社に電話して、こういうことがあったよっていう報告。要は、対策取れてないよね。全く同じことをしてるっていうことは、また事故が起きる可能性があるじゃないですか。あそこに入ってくるのって結構うちのお客さん多いから、うちのお客さんとまた事故する可能性があるんで、それは喜ばしいことじゃないので、相手の会社の方に連絡してこんなことがありましたよって伝えた上で、相手がどういう反応してくるかっていうのを今回動画にしようかなと思ってます。過失で揉めたり、相手がへそ曲げて事故を解決する方向に持っていかない可能性があると思うんですよ、この動画を見て。もう僕それ覚悟です。過失で勝つとか修理費で全額もらおうとかいう気は持たなくて、僕はもうこのお金より今回の事故で事故した人のこれからの対応とか、相手がトラック共済、いわゆるトラック業だったりタクシー業、タクシーだったり、一括りにする気はないけど、実際こういうことがあってこういう対応をされたっていうのを動画に残しといた方が、お金より、まあ、価値があるんじゃないかなって思ってて、だこの動画を見て同じような対応を受ける人とか出てきた時に、こういう対応した方がいいですよっていうエッセンスの動画ではないけど、実際にこういうことが起こってるっていうのをみんなに周知してもらえれば、また意識が高まる。で関係者の人が見て正すとこは正さなあかんなっていうところ、いうところのきっかけになればいいかなと思います。結果によってはトラック会社の方も僕は名前を公表してもいいんじゃないかなと思ってます。今回それぐらいひどい内容です。なのでちょっともう最後の最後、オープニング今撮ってるけど、最後の締めの動画も撮り終わってるんで、ちょっと僕の感想とか今のテンションで全然違うと思うんですけど、言ってることは一貫してると思うんで、今回の動画を最後までお楽しみください。では本編スタート。ちょっと、はいはい、じゃあ電話しますね。はい。ありがとうございます。あ、すいません、株式会社 BIC の細田と言います。はい、お世話になってます。はい、会社さんですか。
はい、そうです。あ、すいません、そちらの会社と事故をした車の所有者のものなんですが、この事故の件でちょっとお尋ねしたいことがあるんですが、なんか事故係みたいなところってあるんですかね。 あるんですけど、ちょっと今担当外出してまして。あ、なるほど。返しご連絡させていただけましょうか。あ、はい、じゃあ言いますね。あ、番号が090、はい、で株式会社 BIC の細田と言います。 BIC の細田様。はい、で、はい、事故日が令和5年の10月5日。はい、で、そちらの会社の相手、まあ、こちらからすると相手になるんですけど、はいはい、のトラックのナンバーが、はい、一応こっちの車のナンバーも言っておきますね。でね、ちょっと僕、忙しい身なので、できれば夕方の5時ぐらいに電話欲しいんですけど、可能ですか？あ、そうです。それぐらいでは帰ってると思うんですけど。あ、遅い方が助かります。で、もしあのよろしければ、お急ぎでしたら、うん、あの携帯番号をお教えしましょうか。あ、一応もらっていいですか？あ、はい、あ、いいですか？はい、090。はい、何さんという方ですか？はい、あと、すいません、オンさんが見れるというか共用できるメールアドレスなんかってありますか？あ、本人がお持ちだと思うんですけれども。あ、なんかね、まあ、ちょっとざっくり内容を言うと、お宅の会社の車と事故を起こして、こっちはあのゼロ支障、こっち悪くないよっていう話してるんですけど、そちらの加入しているトラック共済の方が73ですよっていう主張してて、うちの方も保険会社を入れて、いや、そんなことないですよって話してるんですが、実はですね、今朝、僕その車とまたぶつかりかけたんですよ。しかも全く同じシチュエーションで、ちょっとこれないよねって話で動画撮らせてもらったんですよ。申し訳ないんやけど。うん、で、その動画をね、一度そちらの会社の方で見ていただきたいんですよ。でも明らかに自転車引きかけてるし、めちゃくちゃ危ないんですよね。うん、保険会社の方が今そちらのトラック共済が主張してきてるのって、多分、まあ、いわゆる一般的にこういう事故だったら奈良さんですよって言ってるのはすごくわかるんですけど、さんとしてはこの事故は、いや、運転手が悪いよね、うちの会社の責任あるよねっていうことであれば、この動画を見て保険会社の方に電話していただいて、いや、ちょっとこれは奈良さんとかいう主張はやめた方がいいわって、うちが悪いわって言ってくれるんだったら、まあ穏便に話は進むのかなと思いまして、一度ね、その動画をね、見てほしいんですよ。あ、はい、うん、だからその動画を送るためのメールアドレスが欲しいんです。何でもいいです、あのメールアドレスだけいただければファイルとして送るので。なんかメールアドレスってないですか？あ、いいですか？はい、僕今から送っときますんで。だから電話するまでに一回見ておいてほしいんですよ。っていうのも話がスムーズにいくと思うんで。ああ、そうですね、うん、あの、さっき携帯番号を教えしたんですけど、はい、まあ、夕方の、まあ、じゃあ17時ぐらいの電話するという。そうです、そうです、僕今から動画の方送りますから、それをちょっと一回見てもらって、見た上で僕に電話いただければ話が一回で終わると思うんで。あ、わかりました。あ、じゃあ、会社の方のアドレス。お願いします。はい、はい、はい、ドット JP ですね。はい、ありがとうございます。じゃあこちらの方に動画を見れるギガファイル便っていうので送りますから、はい、そちらをダウンロードしていただければ、まあ1分ぐらいの動画なんですぐ見れると思うんで。ああ、分かりました。うん、一度それ見て、はい、お話したいなということでお伝えください。17時ぐらい、ね、はい、僕の方はあの動画送っておきますんで、はい、このメドレス、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。 BIC チャンネル。 OKOK、 これで話はスムーズにいくんちゃうかな。だから夕方に電話があるってことやから、今から皆さんに先見てもらった動画を相手の会社の方に送って、この事故係の担当者の方がどういう見解を言ってくるかを
今回は聞いてみたいなと思います。はい、はい、どうしたうわーって顔して大丈夫久しぶりにスイッチ入ってるなと思って、うんうん、あー俺がねそりゃそうだよ、だって大事なことやからな、はい、今回の動画って部長あれだよ、事故した人の対応の仕方のすごいお手本になると思うよ今回の動画。そうですね、そういう手もあるのか、うん、そういう交渉の仕方もあるのかっていうのは、うん、保険会社にお任せするんではなくて、うん、やっぱり自分で動く。であと逆パターンもあるよ、逆パターンで自分が加害者の場合に保険会社任せてるからもういいやっていう人結構多いんよ、うん、そうですね、うん、で意外と知らないところで保険会社が相手の被害者側の、事故の被害者側の人を怒らせてしまったりしてる場合があるから、うん、やっぱりそういう時は自分が悪いんだったらスマホ見てたんだ、スマホ見てた、予想見してたんだ、予想見してたっていうところをきちっと自分の非を認めて保険会社に伝えて、僕が悪いからっていう意思をしっかり自分の加入してる保険会社に伝えるっていうのも一つの手やと思うよ、うん、そういう意思表示をしても、うん、保険会社の方がいや過失は過失やみたいな感じで、うん、修理代金をちょっと抑える目的でも、うん、そういうの聞き入れないってこともあるの、うん、しばしばあります、しばしばあるの、しばしばあります。それはもういつも僕が言う担当者の力量采配に変わってますね、うん、担当者がどういう風な着地点を見出してるかっていうのはやっぱり人なんで、うん、人それぞれなんですよね。だからこれを一つの仕事と捉えて、双方の一番折衷案はどこにあるだろうって、まあ、みんな多分考えてやるんだろうけど、はい、明らかに相手がもうゼロ主張してきてて、お客さん、自分のお客さんも自分が 100% 悪いって言ってるんだったら、たとえ表面上あの前見した過失の方、うん、過失評価みたいな、うん、標準過失みたいなのがたとえ 7-3 だったとしても、うーん、どうしよう 9-0 で持っていくかとかね、うんうん、100-0 持っていくかっていうのはもう担当者さんなんで、ちょっと電話が鳴りまくってるから、もうとりあえずメール送ります。はい、はい、出てくるのを見えたわけでしょ。お互いに安全運転義務違反があるんですよ。安全運転義務っていうのはね、でうちがバックやから過失が大きいとかそういう問題じゃないし、バックしてるの分かったら当然止まらないかんだし、事故を防ぐっていうのは大前提なんでね。見えなかったらバックしたらダメですよ。ゆっくり出てませんか。うん、ゆっくり出たらダメです。こんな思いっきり出るんですか。出たらダメです。後ろ見えてなかったら、目をつぶって運転してるのと一緒なんです。目をつぶってませんよ。後ろを見えてないんだったら出たらダメです。そしたらどうしたらいいですか。いやそれは商売にはなりませんのでね、バックしてくれるの見てるわけでしょ。なんで止まってくれないんですか。コーン鳴らすとかよね、なるほどなるほど、うん、いや僕てっきり保険会社さんが標準の事故の過失のことをおっしゃってんのかなって思ったんですけど、俺この電話ではっきりしましたわ、オタク悪ないっていうスタンスなんですね。ほんなら悪くないと思う。いやいや悪くないでしょ。さっきから聞いてた偉そうにどないしたらええんですかって、何なんすかその意味。教えてくださいよ。だから過失は明らかにオタクの方が大きいんですよ。後ろが見えずにバックすることもあるんですよ。後ろが見えなくてバックするなんか聞いたことないわ。いやそうですか。聞いたことあるでしょ。人が来ててもバックするんかって聞いてるんですよ。人が来るかどうかなんか用心してるでしょ。見えてないんやったら目はつぶりません。よく開けます。